激レアすぎるさ、激レアすぎる商品ゲットしたんだよ。これ本当に。まずね、今日二つあるんだけど、サンキューマートっていうところで買える、サンキューマート限定の卵つの商品でさ、アクリルスタンドなんだよね。で、これ、ちょっと見てほしい。まずはね、ちょっと開けて。やべ、緊張してきた。これマジ激レア、激レア商品でさ、シークレットもあんの。シークレットもあって何か調べたんだけど、いや、欲しかった、正直。ただ、やっぱり俺はさ、たまごっちといえばもうナンバーワンで好きなキャラがね、ちょっと待ってね。ちょっと待って。たまごっちナンバーワン、オッケーオッケー。ナンバーワンで好きなキャラが、トゥルトゥトゥルトゥトゥルシュルって、見た見た今の。うおー、すげえ。マスクッチなんだけど、このポーズ見て、ポーズ。この他にもね、こんだけ、今ちょっとここに画像を貼るけど、こんだけね、種類があるんだよね。で、シークレットもあって、シークレットも、あれですよ。いや、今から言うから知りたくない人は、ここでストップね。今からシークレット言うから、3、2、1、シークレットね、博士とミカチュウなんだよね。博士とミカチュウのシークレットもあってさ、それも欲しかったんだけど、やっぱナンバーワンは、マスクッチでしょ。で、この、ポーズ。このポーズですね、この格好。すっごいリアでしょ、これ。この格好のマスクッチ。いやー、嬉しいなー。レア中のマスクッチ。これ、カードとかでも、カード俺集めてたじゃん、タモチちゃん。めちゃめちゃ集まって、ほら、見て。あれからもどんどんね、見つけるために補充してって、今こんなに集まった。これ見て。コンプまであと少し。あと少しのところまで、これだよ。このね、カードシリーズね、見てるだけでね、楽しいんだよね。ちょっと久しぶりに見ようか。こう、ズキッチとかいてね、関取っちとか置いて。で、橋玉、こう、名前が書いてある。20番、橋玉っちって書いてあるでしょ。で、裏にね、情報がいろいろ書いてあるんだよね。ちくわば友とか。好きだー、かわいいね。ししまるみたいね。ちくわがちーこわ、ちーこわ、ちくわがね、好きだっていう。で、ジョーとマスクッチがいてね。で、いろいろ情報があってね、格好のマスクッチがね、このカードにも、カードはね、ほんといろいろ、たまごっちのすべてが書かれているってくらい、すごい詳しいんだよね。この、うわ、森で発見のたまごっちのカードもあって。めっちゃ懐かない、メンツ。いもっち、ゴロゴロ。めちゃめちゃ懐いよね、銀次郎っちとかも。あ、でよ、大好きなマスクッチですよ。マスク、チャリッチもね、これ新種発見のシークレットキャラクターなんだけど、チャリと一体化しちゃってんだよね。物陰からマスクッチってね、こいつ覗き魔だからな、マスクッチ。で、チャリッチとかもいて、新種発見でね、一番好きなズキッチですよ。ズキッチもいて、こうやって。ふじわったー。ズキに隠れて足元暮らしとかね、いろいろね、これがね、すごいレアなんだよ。これ持ってる人少ないと、これ持ってる人いる？誰か。まずね、これ持ってると思うんだけど、たまごっちの初代の全員のメンツ。で、これ、新借金の全員なんだけどさ、これの箱を閉まって、これ、金箱押し。これ持ってる人ね、あんまいないっつうか、見たことないんだよね。これ、レア中のレア、両方手に入れることができて、これ、ね、レア中のレアのカード。これ、これ、俺の中で一番レアっていうか、すごい気に入ってるカードなんでね、ズキッチの箱押し、マスクッチの箱押しっていう、めちゃめちゃレアっしょ。で、裏にもね、これ情報が書いてた。まあ、チラッと見てみる。久しぶりだから、こうやってね。たまごっちの乗り物とかね、こう、たまごっちの正体はとかね、いろいろ書いてあるね。たまごっちの乗り物。たまごっちの正体は。映画でちょっと違ったりとかして、楽しいでしょ、これ。めちゃめちゃ、こう、集める、で、こういうね、シールとかもあんのさ、シールとかも。これ使いたいんだけどね、今使えないよ。でも、シールとかも情報すごいの、これ。ちょ、お風呂が好きなのはとかね、仲良しナンバーワンはとか。情報がたくさん書いてあって、これ読んで見てるだけですぐ楽しいんだよね。このシールシリーズも。シールでも、もったいなくて貼れないんだよね。シール。ただね、こうやってね、ちょっと、こうやって使われてるやつもね、中古で買うとね、これ使われてるやつもあったりとかして。まあ、でもこれも一応これをね、使われてないシール、誰か持ってない、これ。誰かトレードしない。これのね、使われてないミミッチの欲しいんだけど、ないんだよね。これの新品の欲しいんだよ。これ1枚だけ使われてるやつね、これシール。もうたくさんあって、こうやって。で、このね、シールのね、シールじゃなくてカードかな。カードの、今ね、これなぜね、出したかという、言うとね、ちょっと待ってね、マスクッチのキラカードとかもあるんだよね、これね。キラー。親父っちと関取っちのね、初代と新種のシークレットキャラが、こうやってダブルでキラでゲットできるっつうね。裏。面白いでしょ。結婚してよーってこう。
へへへへ、おいじっち。飯じゃ、酒じゃ、し、超可愛いよね。ひえーくき。これ読むだけでも楽しいんだよね。もうほんと読んでるだけで幸せな気持ちになれる。で、今はさ、あ、音の点ね。で、これ、シールにも、ないのよ。マスクッチのシールにもない。あの格好で、どういうところに出てくるかって、たまに、あ、ズキッチのこのアクリルスタンド欲しいよね。これもすごいお気に入りのね、ズキッチの。ズキッチマン。ズキッチマンすげえ欲しくないこれ。で、ほら、ここに出てくるやつで、でね。ドゥドゥッと見て。すごいレアでしょ。これはぜひともこのズキッチマンのね、やつと揃えられたらめちゃめちゃ嬉しいんだけど、これシールでもたまにしか来ない格好のやつで、激レア中の激レアのマスクっていう。まあ、本当はアクリルよかフィギュアの方がいいんだけど、アクリルのね、これでゲットできるんだけど、俺かなり嬉しいからさ、激レアちの激レアの商品をゲットしてしまったってことでめちゃめちゃ嬉しい。で、ここにも入れてる、ここにもちっちゃく見える、これ。ここにもささ、ここにもいてね。かわいいなぁ、マスクッチ。たまごっちハウスの解説。これたまごっち、つうかね、あのね、いろいろね、あ、これズキッチね。これすごい好き、ここ。これすごい好きね。ズキッチ、あのね、いろいろね、工場つうかね、マスクッチでしょ。で、あ、ズキッチマンがいて。ズキッチマンすごいいいよね。ズキッチマンすごい好きなキャラだな。意地悪な性格ナンバーワンにこいつはいるんだよね。俺の好きなダブルが。ふざけんなし。意地悪な性格。まあ、覗き魔だからしょうがねえから。で、あ、音の点もね、結構俺の好きなキャラクターで。で、ごめんねーとかね、こうあったりも。いやー、すごく幸せだよね、これね。よく聞こえる耳を持つのは、マスクっちゃいてね。あとみんな、トンコッチとかさ、覚えてる、トンコッチとかもね、あったかな、トンコッチ、向こうの箱かな。多分ここに主要のやつは入ってると思うんだけど、トンコッチとかもね、すごい、あ、電話のやつあったじゃん、電話限定の。あれもね、すごい好きだったんだよね。電話の、あ、これシークレットね、シークレット。シークレットだったやつ。シークレット、いや、つか、電子コンプしようかな。あ、これがね、あの、シールのラインナップ、つか、こう、なんか説明のやつとかでね、これもレアだからね、あの裏表2枚入れて撮ってる。あ、これこういうやつ。たまごっちのね、結構あるんだけどね。博士と磨き中のたま研究で病院とかね。マスクッチ。いろんなね、あの、場面があるんだけど、ちょっと待って。またたまごっちのなんかこういうカードとかさ、発売してほしいね。新しくね。たまごっちのカード新発売みたいな。今、トリコのカードとかもね、いや、嬉しいよね。昔のやつをさ、こうゲットできると。あ、あったあった、こういうやつ。俺、こういうね、カードも好きなんでね。こういう、あとなかったかな。こんだけかな。まあ、あとは、あ、これもそうだね。これもそうで。たまごちシティ、これたまごちシティね、被ってんだわ。被りもね、あって。この、あ、虫バッチか。虫バッチ。この虫バッチも結構好きだったな。で、この白クマ。この白クマのさ、目赤い感じがマジで良くない？これ。白クマ。これあの、あれだったら子供と奥さんのためにね、食べ物を探して潜ってるんでね、海の中ブブブブって。あ、裏に書いてあったかも。白クマ父ちゃん頑張る。あ、そう、愛するハリーと、あ、双子の、あれだ、娘たちのために、海に潜って食料を探しているのじゃってね。この白クマもめっちゃ好きなんだよね。赤い実がマジでこれたまらん。これもね、俺のお気に入りのカードシリーズなんだよね。こういう風にね、いろんなたまごっちたちが生活してるんだよね。これ見てるだけで楽しくない？こうやって、マーゴシティとか、これ病院、あれ、これ病院だったっけ？そう、病院だね、病院とか。マウエッチでこれ買おうよ。めちゃめちゃ楽しくない？見てるだけで。で、こういうところにズキッチとかもね、いたりとかして、すごくね、面白いんだよなぁ。まあ、ちょっと話飛んだけど、この、めったに、いないね、ポーズのマスクッチのアクリルをゲット。いや、みんなもぜひね、今サンキューマートでゲットできるはずだから、サンキューマートで1個500円くらいだったかな。あと今日2つあるって言ったじゃん。もう1個がね、このガチャのシリーズで、ちょ、今画像のセリフ、これね、これ、スイングケースってやつで、これちょ、ラインナップ見てほしいんだけどさ、マスクッチが、あの、たまごっちが飛び出してきてる感じのマスクッチがいて、もう絶対ゲットするしかねえなと。やばくない？このマスクッチがガーって出てきてる感じ。最高だよね。これでも絶対欲しいと思う。でれって、でれれで。しかもケースになってるっていうのがいいよ。おーすげー！マスクッチがこの卵からバーって出てくる。ねえ。その瞬間を捉えた。いや、かわいいな、マスクッチ。でもズキッチいないんだよね。ズキッチ。
次、新種発見の方も欲しいよね。これね、初代だけじゃなくて、新種発見、これどの、ケースっていうことでは結構入るのかな、これ。どんな感じで、ちょっとそこを見てみたいよね。あ、そこをね、ちょっとみんなで見てみようかな。今これ、やってるガチャだからさ、うわ、発売中のガチャで、めちゃめちゃ、この、思ったよりでかくてね、てか、リアルサイズだ。たまごっちリアルサイズだ。こんぐらいだよね、たまごっちね。今ちょうど、あ、たまごっちのケースはある。このたまごっちケースめちゃくちゃ高いよね、今。めちゃくちゃ高いんだけどさ、染みてシールとかもあったりもして。でね、これね、いろいろ面白いんだよね。フェルトをたまごっちの下に入れるとカタカタしないっていうことで、フェルトを入れるとね、なんかこう入れるとカチカチするんだよね。だフェルトとか、まあ、ティッシュでもいいんだけど、入れるとカチ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 っていう音がしなくなったりとかして。で、これ、底面にフレームシールや、ネームシールを貼るスペース。丸いシールは好きなところに貼ってね、みたいな感じで。このシールと、ま、比べてみると、ま、同じぐらいだから、やっぱリアルサイズの、やつ、だね、これは、ケースはね。で、マスク地が飛び出そうとしているところで。で、これを開けるとケースになっているということ。おー何入れればいいんだろう、これ。な、こういうケース何昔だったら練り消しとかさ、ちっちゃく来たシール、交換したシールとか入れたりできたけどね、小学生とか、子供の頃、今何入れりゃいいんだろうな、これな。今何入れりゃいいんだろう、わかんないけど、まあ、とりあえずケースにね、なっておりまする。まあ、俺はマスクッチが好きだから買っただけだからさ、これもこのまま、吊るして飾るということで、みんなもぜひね、こっちはサンキューマート、こっちはガチャでゲットできるから、マスクッチ好きな人はぜひ、ゲットしてみて。この中にアクリル入るかな？いや、さすがに無理か。アクリルでかいからね。これさすがに無理だよな。さすがに無理だから。これはなんか、違うの入れましょう。それではまた次回ね、次のたまごっちの。いや、激レア。つか、両方とも激レア商品だよね。こっちマスクッチ飛び、こんなのゲットできるなんて、こんな可愛い。マスクッチファンの俺からしたらすげえ嬉しいわ。あと、なんといってもこのポーズのマスクッチをゲットできたっていうのがね、マスクッチマスク。マスクにマスクっていう。マスクッチマフラー仮面みたいな。これいいよね。これ激レアちゃんの激レア商品をゲットしてしまったの。やばいわ。みんなもゲットできるから、ぜひね、サンキューマートとガチャでね、ゲットできるので。いや、これマスクッチ仲間を増やしていきたいね。マスクッチあんまなんか人気ないからな。悔しい。ズキッチもね、なんか、意地悪なやつとかに入ってたし、すごいショックだよね。マスクッチズキッチ仲間を増やしたいから、どんどんね、俺はね、動画を撮っていこうと思う。こいつらの商品、新商品出たら、また動画撮ってね、みんなで見ようと思います。ということで、また次の動画でお会いしましょう。マスクッチダブルバイバイである。いやー、こっちレアだな、マジで。こっちもこうね、この格好だったらね、死ね、忍者みたいに出てきましたよ、みたいな感じで。さあ、これもこっちもね、この格好でよかったのにな。